1万1000人収容の両国国技館です。冬の時代の日本ボクシング界に別れを告げようと春風への期待を込めて観衆がざわめいています。その期待の主は畠山隆則です。 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチチャンピオンチェ・ヨンスーに畠山隆則が今日挑戦いたします。この男です。20戦全勝 16KO 80% の KO 率を誇っています。さあそれでは放送席をご紹介しましょう。45年前日本人で初めて世界タイトルを出し4度の防衛に成功された白井義男さんです。それから日本人最多通算13回のタイトル防衛具志堅用高さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ白井さん、はい、ワクワクするような楽しみな時間が迫ってきました。う、ね、もう待ちに待った試合ですからね。もう今本当にあの目の前ですからね、はい、本人がですね、はい、切り札は自分以外にいないと言ってるんですが、うん、白井さんいかがですか。あ、そのくらいの、ね、自覚を持ってですね、もう十二分に練習したと思いますね。具志堅さん、はい、今日の見どころポイントはどこでしょう。そうですね、やっぱり畠山君のですね、やっぱりあの最初から気迫で押していけばチャンピオンになる可能性が高いと思います。そうですね。さあそれではこの挑戦者畠山隆則選手を皆さんにご紹介しましょう。辰吉丈一郎に憧れた青森の不良少年がボクシングジムの門を叩いたのは今から5年前。少年の名は畠山隆則。天性のボクシングセンスとハングリー精神を兼ね備えた畠山は17歳にしてプロデビュー。その後は連勝街道を爆進、勝つことよりも倒すことを美学とする畠山のボクシングは着実に世界へのステップを刻むとともに多くのファンを魅了してきた。まさに KO アーティストである。8月の韓国、9月のフィリピンキャンプでは十分に体を絞り込み、スタミナは万全。先日行われた公開スパーリングでも日本チャンピオンの小路有沢を相手に格の違いを見せつけた。彼もね、チャンピオンも気持ちで戦うタイプなんで、とにかく気持ちで負けたらもう終わりでしょうね。日本ボクシング界最後の切り札、畠山隆則、空白の時を埋めるべく今リングに向かう。日本ボクシング界のオールマイティー畠山隆則、20戦全勝 16KO、 最後の切り札と言われています。22歳です。期待がかかります。さあそれではこの畠山選手に朝から密着しております福島由美子アナウンサーを呼んでみましょう。今日はどうですか。音声がこちらに届いていませんが、畠山選手の控室の中です。はい、今日は午後1時ごろここに到着して、あとはゴングを待つばかりなんですが、今朝自宅から密着取材していますので、まずはそちらからご覧ください。いい天気になりましたね。今日俺がチャンピオンなのを祝福してくださいね。ありがとうございます。チャンピオンになります。ありがとうございます。緊張感は全然ないですか。それないことございますけどね。いつもの試合と同じ感じですか。コンディションは、うん、いいです。はい、もうくらいです。はい、またベルト取るだけです。頑張ります。頑張ってよ。あ、頑張ってね。あ、どうも。待って。どうも。黙ってるときは何考えてるの。福島さん。チャンピオンになった畠山さんと会えることを楽しみにしています。勝利を信じて、氷室京介。氷室さんからです。氷室さん、ありがとうございます。頑張ります。とてもコンディションはよく、ちょうどいい緊張感だと語ってくれました。まあ、今ご覧いただいたのは朝の表情なんですが、ゴングが近づくにつれ集中力がどんどん高まっている様子、控室から見て取れます。とにかく昨日の夜からリングに上がりたくて上がりたくて、もう早く上がりたくて仕方がなかったという畠山選手、今日は世界チャンピオン畠山隆則が誕生するその瞬間をもうぜひとも見せてほしいと思います。はい、福島由美子アナウンサーでした。日本人ボクサーの世界挑戦、現在14試合連続で失敗しています。これを止めるのは畠山と言われています。さあそれではタイトル5度防衛チャンピオンチェ・ヨンスのご紹介です。9月、ソウル、そこには6度目の防衛戦を控え、黙々とトレーニングに励む王者の姿があった。チェ・ヨンス、豊富なスタミナと不屈の闘志で数々の修羅場をくぐり抜けてきたタフなファイターだ。昨年5月の防
防衛戦では序盤で2度のダウンを喫しながら逆転 KO。 コリアンフェニックスの異名を持つ日本人とは三谷山、松本浩二と過去4度対戦し、いずれも判定勝ち。派手な印象はないものの、日本での試合は特に燃えるという紛れもない日本人キラーだ。来日後の公開スパーリングでは、畠山サイドのリュートレーナーを気にしてか手の内を隠したままだったが、その発言から好調さが伺える。試合は何をやるんですか？このリングで誰が최선王者チェ・ヨンス、韓国唯一のベルトを死守することができるか。5度の世界防衛を祝福して WBA からスーパーベルトを贈られましたチャンピオンのチェ・ヨンス、来月に結婚式を控えています。したがってタイトルなしでこれに臨むことはできないという25歳、日本人キラーとして知られています。さあ、それではこのチャンピオンサイド、土井俊之アナウンサー、いかがでしょうか？2時に会場入りし、静かに目を閉じて座っていたチャンピオンチェ・ヨンス、ウォーミングアップを始めたのは今からわずか20分前、3時20分からでした。落ち着き払い、防衛に自信を見せるチャンピオン陣営は、なんと WBA の世界ベルトを日本に持ってきませんでした。必ず防衛するのだから、その必要はないだろう。早い開催しのげば10ラウンドには KO 勝ちする、そう言い切りました。7ヶ月半ぶりに日本に新チャンピオンが誕生するでしょうか。この後いよいよ両選手がリングへと向かいます。そういう壮大な効果もあります。3ノック男性で採点はジャッジ3人が行います。
グラブはメキシコ製の84偶然のバッティングにより試合続行不可能な場合4ラウンドまではドロー、それ以降は採点によります。またジャッジは10ポイントマストシステムを奨励されています。さあ第1ラウンドが始まります。青いグラブで戦います。畑山隆則 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦です。世界チャンピオンがいなくなって7ヶ月半、日本人チャンプが今この両国のリングで誕生するんでしょうか。第1ラウンドが始まりました。白井さん、はい、これまでの経過を見てきて両選手ともに仕上がりが素晴らしいですね。本当によくまあ練習したというね、体が締まってますね。グレッとして赤いトランクスがチャンピオンのチェ・ヨンス韓国、6度目のタイトル防衛戦、そして無敗で一度も負けることなくこの世界戦に臨んでまいりました横浜の畑山隆則22歳です。白いトランクス、白いトランクスの下の方がまるで炎のように燃え立っている畑山。ジェリックその服を当たると試合前から読んでおりました畑山。チャンピオンはボディ攻め、チャンピオンは畑山のボディが弱いと言っています。両者ともいい立ち上がりですね、はい、特に竹山君はいいですよ。世界タイトルマッチだったら硬さがあるんですけどね、ないですねこの硬さ。そうですね、本当に。白井さん、この距離感はどうなんですか。距離感がいいじゃないですか。今の低い人もアッパの人もね、畑山は非常にいいですよ。ただね、王者はね、後半に強いからですね、これは気をつけないといけないですよ。スタミナの配分、これを謝ると大変ですよ。レフトスタンド畠山よく当たっています。畠山のパンチがクリーンヒットする距離にいます。しかし挑戦者の方はもう序盤からどん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 行く畠山、一方チャンピオンは徐々に6ラウンドあたりから力を出してくるタイプです。畠山のねコンビネーションプロはねなかなかいいですね。はい、ね、左とね非常にパンチを打ってますよ畠山は。リュウ・ワリュウトレーナー、韓国人のトレーナーですが、この人と足掛け5年足の使い方もいいですね、はい、白井さん、具志堅さん、今日は畠山のボクシングを絶賛。このレフトスクは面白いようになって第2ラウンド以降に期待を持たせます。画面の右が日本の期待畠山隆則、画面の左が韓国の誇りチェ・ヨンス。お互いの体格はご覧のようにチェ・ヨンスの方が脅威、そしてリーチともに勝っています。WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦第2ラウンドを迎えます。第1ラウンドは挑戦者畠山のラウンドでした。ボディアッパーを打ちました畠山。白井さん、畠山は早いうちに決着をつけたいところですね。本当に1回目からよく攻めてますね。よく当たっています。昨日までの流れを見ておりますとチャンピオンのチェ・ヨンスの仕上がりが素晴らしいというふうに映ったんですが、今日の畠山はどうでしょう。素晴らしい動きをしています。畠山はね、どっちかというと一塁側をよく見てね、今日は1回目から行ってますね。そうですね、リュウ・ワリュウトレーナーの作戦も
出たり入ったりということだったんですが、それを忠実にやってますね。ただね、さっき言ったようにね、この王者はね、あのスロースターターですから、はい、だんだんと調子をねつけてきますから、このスタミナですね、さっき言ったように。三谷大和と戦った試合を見ても、松本浩二と戦った試合を見ても、もう終盤のモーメントスラッシュで相手が嫌しかったボクシング、ライトアッパーが当たりました。チェ、今のチェのね、右のアッパーね、はい、あれなんかいいですよ。接近戦です。中村さん、はい、その龍和龍トレーナーなんですが、畑山はフェンスを掴んだと第1ラウンドを振り返りましたね、はい、それからカバーカバーと必ずそのブロックするような、そんな声をかけています。はい、竹方直樹アナウンサーが畑山サイドについています。打った後のリカバリー、それをちゃんとするようにという龍和龍トレーナーのアドバイス。中村さん、チャンピオンサイドはもっと力を抜け、右手の防御ガードを上げろ、体を揺らして中に入っていけ、そういうふうに指導しています。土井アナウンサーのリポート、チェ・ヨンスサイドから伝えてもらいました。確かに右がちょっと下がって畠山のレフトフックが当たりやすくなっています。右ストレートチャンピオン、あ、挑戦者、日本の畠山が挑戦者です。レフトフック、これは当たっていいです。普段はチャンピオンの方が相手にプレッシャーをかけるんですが、今日は畠山の方がチャンピオンにプレッシャーをかけています。畠さんもやっぱりチャンピオンの方がね、少しまだ肌ですね。これまでの 16KO のうち序盤の4ラウンドまでに決着をつけて試合が13回もあります。この畠山右フック、ライトアッパーも当たった。ショートのパッチが今日はよく当たっている畠山。一方畠山の防具は白井さん、今日どうですか。今ヒットマンが打たれてますからね、打つけど、まあ、打たれないようにした方がいいですね。あのチェイのパンチはだんだんと効いてきますからね、はい、もう中盤から後半ですね、これやっぱりあの気をつけないといけないですね。しかし畠山いいですよ、接近してやっぱりチャンピオンのこのショートのパンチはいいですよね。あれ怖いね。畠山のパンチが徐々にダメージを与え続けております。これから第3ラウンドに入ります。第2ラウンド終盤の畠山のこの右ストレート、これがだいぶチェ・ヨンスにダメージを与えたことと思われます。試合はこれから第3ラウンドに入ろうという WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦です。日本では今年の2月川島博士がペニャロサに敗れて以来7ヶ月半、日本人の世界チャンピオンが不在という状態が続いています。これを打開したいという畠山隆則、世界のリングに送り込むという最強の、そして最大の期待を背負っているこの畠山。畠山本人も自分が負けたらあと 4,5 年は日本人の世界チャンピオンなんて誕生しないでしょうと言っています。この腹際のパンチも白井さんいいですね。いいですね、このフットワークも展開だしね、まずあの相手のね、あの打つところですかね、はい、まあ、よけてですね、サイドステップして打つパンチいいですよ。このサイドステップしながら打つというパンチも今回の試合に向けて畠山が学んできた大きな要素です。ただチェイはね、接近してですね、だん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 強いパンチを打ってきますからね。このラウンドチェイが出てきますね、この2回目もね、チェイはなかなかいいあの攻めしましたよ、ショートパンチでね、はい、今日は両者がメキシコ製8オンスのグラブで戦っています。そうなんですよ、今日はね、日本のグラブじゃなくてメキシコのグラブでしょ。具志堅さん、どう違うんですか、日本製とメキシコ製は。やはりあのラックの方がね、小さく感じますから。するとクリーンヒットした場合の衝撃が強いんですね。そうですよ、これやっぱりお互いね、あ、いいパンチにしましたね。あ、今の右ストレート良かったですね、畠山のこの打ち下ろしの右ストレート良かったですよ、はい、試合はここまで畠山ペースで進んでいます。中村さん、竹垣さん、畑岡マネージャーによると畠山はよく見えている、そして非常に冷静だ、自分の置かれている状況を自分で分かっているということで精神安定も非常にいいという話ですね。試合直前になっても畠山は普段と全く態度が変わりませんでした。落ち着き払っていました、余裕すら感じました。そういう安定状態がこのリング上でも続いているようです。畠山押し込んでいきます。押してますね、ロープを背負わせました。ショートの打ち合いになっています。ショートアッパーの打ち合いだ、チェーンもですね、怖いですよ、はい、しかしこの打ち合い危ない、この打ち合い危ない、
対抗戦畠山。いやチェーンのパンチがね、いいですよ。そうですね。勝負でね、受けてきましたね。チェがだいぶガードを固めています。このアッパーゲートのパンチをチェがだいぶ嫌がっています。畠山もちょっと軽くね、足をつきながらね、使いながら、そしてストレートをしたいですといいですね。中盤に畠山のこのライトアッパーありました。この後は両者のアッパーの応酬で終わっています。第4ラウンド第3ラウンドの終盤、リングがなるかならないかというところでちょっとお互いに感情のもつれがありました。さあ飛び込んでいった畠山、畠山が相手陣内に踏み込んでいくのは本当に珍しいこの立ち上がり。強気ですね、押していきますからね。冷静さを失わないでほしいんですか、畠山。そうなんです、冷静にね、やんないといけませんね。畠山打ちまくる。今日は畠山はいつもにいましてアッパーが多いですね、白井さん。そうですね、アッパーがね、非常に良いことと、あのショートの連打がなかなかいいですね。右アッパーが入りました、中盤当たった。これはもう終始打ち合いになりますな。この距離になるとチェの方がちょっと分がありそうです。あのチェの方もですね、アッパーを出してますよ。はい、ローでね、アッパー出してるからね。ミアッパー入った。マンクラメンチャンピオンのアッパー、はい、今のチャンピオンのアッパーね、なかなかね、鋭いですよ。そうですね、あの顎の先端ね、チンを打ちましたね。やはりリューガリュートレーナーの言う通り、畠山は出たり入ったりというボクシングをしなければ危険です。それを思い出したように畠山が足を使います。なかなか接近が強いですね。そうですね。そして畠山もね、相手のアッパーが来る距離に飛び込んでいきますね。畠山が右目の左目の下を切りました。畠山左目の下を切っています。右ストレート、畠山これは嫌な展開になります。目の下を切ってしまいました。これは不利ですね。白井さん、この位置の怪我はどうですか。ですね、彼がまだね、若いだけにね、これから長いですからね、怖いですね。おそらくバッティングによってできた傷だと思われますが、リューガリュートレーナーもチェの方が頭を下げてくるんで、このバッティングというのは警戒していますよということは話していたんですが、その予感が第4ラウンド当たってしまいました。左目の下をカットした挑戦者の畠山。こうなると畠山はますます勝負を急ぎたい。具志堅さん、畠山左目は見えているでしょうか。大丈夫ですよ。まだ見えますか。はい、それでちょっとラウンド行ったらですね、ちょっと始めるんですよ。レフリーが試合を中断して、大月コミッションドクターに見せます。今日のレフリーはアメリカのミッチー・ハルバーン。去年の11月ホルリーフィールドとタイソンの試合をさばいたレフリーです。大月ドクターの判断は OK、 OK です。さあ試合再開。畠山がアップでまたヒットアンド上ね、はい、レフリーの戦法を変えましたね。4ラウンドまでに負傷で偶然バッティングで続行不可能という場合にはドローになります。そして5ラウンド以降で続行不可能になった場合はラウンド終盤の打ち合いです。このチェのライトアッパーが当たる距離になってまいりました。そして一方畠山のアッパーもよく当たっています。両方いいパンチ打ってますよ。さあこれから第5ラウンド、左目が下がっています。この畠
畑山サイドには高橋ドクターがついています。この人は具志堅さん、はい、具志堅さん現役の頃からお世話になっている人ですね。そうですね、最初は高橋の時にねチーフ のカットマンしてましたね。はい、中村さん、はい、畑山の怪我なんですが、左のまぶただそうですね。まぶた、はい、それはまずい。2センチで深さが5ミリ、後ろ目の名人高橋トレーナーがついているんですが、という一言ですね。口を濁しましたか。はい、でこれナックルによるものだそうなんで、はい、あ、これはバッティングと見られていないんですね。はい、ということは、このまま傷がひどくなって、そのまま続行不可能となれば畠山の敗戦ということになるわけです。これまぶたったらね、やっぱり見づらいですよ。はい、後半にちょっと響きますね。中村さん、はい、チャンピオンサイドはもっと前へ出ろ、自分から先に手を出す、はい、特に上から下へと打てるというふうに話しています。今まではよしという言葉は、中盤のこの畠山のライトアッパー、強烈なタッチシーンをご覧いただいています。しかしチャンピオンは倒れませんでした。そしてこのこれがサミングのシーンです。そしてこのサミングについてレフリーの、ジェスチャーがちょっと不明確でしたので、今減点になったのかならなかったのか、コミッションの方に確認に急いでいます。第6ラウンドに入っています。しかし試合前の本人が言ってました、気迫でね、チャンピオンやっつけるって言っておりますけど、その通りですね。具志堅さんもおっしゃいましたが、畠山は今日の試合のポイントを気迫だと言っています。チャンピオンのチェイヨンスは今日の試合のポイントは精神力と言っています。中村さん、はい、竹山さん、先ほどのは偶然のバッティングによるということで減点の対象にはなりません。なりませんか。調子さん、畠山さんの方が、はい、チャンピオンのチェイヨンスはまさに後半のチャンピオンです。後半だ、勝負は後半。はい、
反撃でやってまいりました。チャンピオンのチェ・ヨンス、畠山の気迫が一体どこまで続くか、最後まで続くか。左目のまぶたをカットしています。畠山隆則、ライトアップ上がった。WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチです。これまで20戦全勝無敗でこの世界タイトルを狙います。畠山隆則、無敗のままで世界タイトルをつかめば日本人8人目という快挙になります。現在日本人選手の世界タイトル挑戦は14回連続失敗。畠山の方がねスピードあるんですよね。ただねパンチの数はねやっぱり王者が多いですね。そうですね、はい、接近した時ね、手数のチャンピオンですね。チェイヨンスはこれがだんだんと増えるんじゃないですかね。来月に結婚を控えております。チャンピオンのチェイヨンス、赤いトランクスがチャンピオンです。挑戦者の畠山隆則は白いトランクスです。両者の距離はだいぶ離れてきました。ボディを狙えというリュウアリュウトレーナーのアドバイス。そして飯尾畑恵という今の声は片岡翔太のマネージャーです。6ラウンドが終わりました。さあここの辺りからチャンピオンの自力が出てくるところです。畠山の序盤のワンツー、なかなかいいパンチが入っています。畠山、両者の打ち合いが延々と続いています。試合は7ラウンドに入ります。 WBA 世界ジュニアライト級のタイトルマッチです。足止めの効果があって続く出血は止まっています。畠山、今日は両者が青いボクシングラブをはめて上がっておりますが、この日本ので行われる世界タイトルマッチでこのブルーのグラブが採用されるのは6年ぶりになっています。あの辰吉良一郎が初めてタイトルを奪取したとき、あのときがこのブルーのグラブでした。それ以来6年ぶりということになります。今回はそのブルーのグラブを畠山隆則が希望して採用されています。畠山のボクシングや辰吉のボクシングを見てこの世界チャンピオンを狙おうと思った畠山、その畠山念願のリングに今立っています。中村さん、竹内さんと、それは畠山の
ラウンドも激しい攻防がありました。この両国国技館のリングに両者の汗が飛び散っています。もし畠山隆則がこの全勝のもので世界タイトルをつかめば、具志堅用高さん、工藤正史さん、三原隆さん、井岡弘樹さん、辰吉良一郎さん、小西田達也さん、竹原慎二さんに次いで史上8人目という快挙になります。WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦8ラウンド目が始まりました。畠山の左目、なんとか持ってくれというファンの願いが聞こえます。白井さん、はい、幸いなのは2度目の出血がないことですね。そうですね、まあ、あとですね、この血を止めればね、これは問題いいんですかね。できるだけその、ね、傷とも打たせないようにね、はい、することですね。それには左のガードが重要になります。畠山隆則、当然相手は、ね、そこを、ね、集中していきますからね、はい、離れてアッパーというシーンは龍和流トレーナーです。この畠山隆則と二人三脚、同じ部屋に住んでこの世界タイトルにかけてまいりました。龍和流トレーナーは韓国人を指導してかつて世界チャンピオンを2人打っています。そして東洋チャンピオンを14人、韓国チャンピオンを24人打ったという名トレーナー、53歳です。この後ろ姿、龍和流トレーナー。中村さん、はい、一旦接近戦で押しておいてすぐ離れてサイドステップでという選手ですね、はい、日本人の世界タイトルマッチに4連勝しています。ちょっとお互いが手が止まりました。疲労がだいぶ出てまいりました。畠山隆則が言っています。チェイヨンと対戦した他のボクサーは徐々にスタミナ切れを起こしてそのスピードがダウンしている。しかし自分は違う、自分はスピードダウンしないだけのスタミナもある、そしてそれだけの練習をしてきたと話しております。畠山、ちょっとお互い手数が出なくなったこの第8ラウンドです。やはりそういうタイトルマッチとかね、12ラウンド、まあ、前は15ラウンド でしたんですけどね、ちょうどね7、8、9がきついんですよ。ラウンド、はい、そうですか。やっぱり山場このラウンドに来ますよね。白井さんは6度の世界タイトルマッチ、何ラウンドあたりが一番辛かったですか。やはり、まあ、15回ですとね、はい、10ラウンド、11ラウンドで、この辺が辛いんですよね、一番ピークになるんですよね、はい、この第8ラウンドはお互いがちょっと疲れのピークが出てきたというラウンドでありました。1分間休んで、さあ果たしてどちらに元気が回復するでしょうか。目の上が心配です。畠山隆則、世界タイトル初挑戦になります。中村さん、はい、こちらは韓国の放送 KBS の解説、ホン・スンソンさんがいらしてます。元 WBA のバンタム級とジュニアフェザー級のチャンピオンなんですが、はい、ポイントは老年なチェ・ヨンスーがいかにスピードとテクニックで勝る畠山を精神力で乗り越えています。だと思いますね、少なくともこれまでの試合の中で我々は畠山がスイッチするという姿を見たことがありません。この10割のトレーナーの指示であるスイッチを1本目が入った。このままです。
違い。第9ラウンドも中盤です。 WBA 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ12回戦。待て、この日本人の世界ジュニアライト級チャンピオンというのはかつて沼田義明さん、小林博さん、柴田邦明さん、上原康恒さんと4人がなっています。5人目の世界ジュニアライト級チャンピオンになろうという畠山。ダウン寸前まで行きました。畠山に残されたラウンドはあと3回あります。チャンピオンのチェ・ヨンスは9人兄弟の末っ子、高校1年で中退してボクシング界に飛び込んできました。そして畠山隆則も高校2年で中退してボクシング界に入りました。互いに、あ、ここでレフリーが、あ、ワセリンをつけすぎという注意です。はい、ビューアリュートレーナーがこれを聞き取ります。まあ、少しでもいっぱいワセリンをつけたい気持ちは山々です。またこのゲームは十字を切って戦いの前へと向かいました。押してすぐ右、あと残す右ですね。中村さん、竹谷さん、あと3ラウンドというふうに片岡マネージャーが声をかけますと、はい、楽勝やと、そうと言いました。そうですか。まあ、自分に気合を入れる意味も込めてだと思うんですが、それからまだ左目は見えていると高橋トレーナーは言っています。はい、竹谷直樹アナウンサーのリポート。畠山はまだ元気です。中村さん、ジャンピオンサイドはこのラウンドにかけろ、勝負をかけろと金チェンス社長は話しました。このラウンドが勝負というチャンピオンサイドはどういうアナウンサーのリポート。それとやはりここまで来たら絶対もう逃げちゃダメ、もう残り3ラウンドですね、はい、やっぱり攻撃した方がいいですね。カウンターブロー、もう後ろ下がるとね、ゾロゾロになっちゃうですからね。もうここまで来たら計算した方が負けですね。そうです、そうです、まあ、変な計算で真っ向にね勝負した方がいいですよ。レフリー、ジャッジはジャッジ3人は自分の思うようには採点してくれません。では引く、闘志が燃えています。その畠山の両手のグラブが青い日の玉となって韓国人のチャンピオンチェ・ヨンスを攻めかけます。判定は今のところ非常に微妙です。いいアップが来ますね、チャンピオンも。12とジャブ、ジャブ出せ、ジャブ出せ、そうそうそう、ジャブ出せ、オーケーオーケー。畠山もチェも、いやー、これあれですね、ボテルが効きますよ。互いに期待にそぐわぬ好回答をしています。あー、左の真っ赤、挑戦者の KO すべて KO 勝ちで韓国人選手を破っています。一方のチェ・ヨンスは日本人選手と対戦して4戦4勝。
ね、負けずにやってるようなけどね、次はね、当たるんですからね。攻防がありました。コーナーに追い詰めた畠山でしたが、ダウンまで至りませんでした。この畠山畠の左目、なんとかあと4分間持ってほしいという思いは濃厚なお願いです。まさに精神力と気迫の戦いになってきました。 WBA 世界ミニライト級タイトルマッチ12回戦、あと2ラウンドです。下でやっぱ勝たるんだよ。ヨンスガードを固めています。チャンピオン、これが6つ目のタイトル防衛戦、韓国唯一の世界チャンピオン、ライトアッパーが当たった畠山。お互いにスタミナありますね、具志堅さん。そうですね、やっぱり辛い練習、辛い減量ですね、はい、それをやはり乗り越えてきましたからね、この11、12に気を抜かないでですね、向かっていけばチャンピオンになります。畠山隆則は9月のフィリピンキャンプで毎日あの暑いフィリピンで15キロを毎日走り込んできました。今回はこれ10キロぐらい減量してますよね、しかしすごいファイトしますね。中村さん、チャンピオンサイド、はい、ここでは判定勝ちは無理だろうから KO を狙ってどんどん行けという指示を出しました。土井アナウンサーのリポート、あるいはジャッジの面でわずかな差があるのチャンピオンチームへほとんど差がないと言ってもいいでしょう。ではどちらに転ぶんでしょうか。ジャッジが挑戦を取るんでしょうか、あるいは挑戦者の決着を取るんでしょうか。まずに判定が見よう。中村さん、はい、ここからチャンピオン中の粘りがやっぱり不気味な存在ではあるんですが、片岡マネージャーから相手も苦しいよ、チャンピオンも苦しいよと言っています。はい、自分が苦しい時は相手も苦しい、勝負の鉄則。あなたも行くぞ、攻撃や。足を使います、畠山。まるで攻撃しながらに相手を引き付ける畠山ですが、その右ストレートが飛んできました。 J4-2 の右ストレートもまだまだ出ています。白井さん、この終盤に入って両者の戦いぶりはどうですか。そうですね、今のところもうゴムとゴムじゃないですかね、このラウンドですね。11回連続で逃げています。この
って両隣に泣いていた畑山隆則、今日は自分の涙を流すことができるか。いやー、これ今チャンピオンの右ストレートがカウンターに当たったね。右のストレートね。しかし長打面以上うまく決められた。さあチャンピオン挑戦者、残り1分ありません。ダメージ大きいですか。まだ大丈夫でしょう。気力で立っています。挑戦者の畠山もチャンピオンのチェ・ヨンスもよく頑張りました。よくやったんですね。ああ、チャンピオンも放心状態です。もう思考能力ゼロですね。この時点で力いっぱいね、もうお互いにね、よく戦ったんですね。はい、さあ採点が待たれます。今日はジャッジがオーストラリアのデレック・ミルハムとアメリカのアート・ルーリーとパナマのマルコス・トーレス、この3人のジャッジです。万一ドローということになればチャンピオンの防衛、チャンピオンにとっても苦しい試合でした。畠山のこの涙はどういう意味でしょうか。自分に対する満足感でしょうか、あるいは倒せなかった無念の思いでしょうか。畠からはおもんぱかることができません。これを買うから頑張った。龍和龍トレーナー片岡鶴太郎マネージャーからもよくやった頑張ったという声が飛んでいます。どういう最後になりますか。山口リングアナウンサーです。ジャッジ登録114対114、畠山。まずは畠山。ジャッジ114対114、チェーン。1対1に分かれました。さあ3人目、ローマ。ジャッジフルハム114対114、ドロー。ドロー、引き分け。ドロー、惜しい。チャンピオンのタイトル防衛。ああ、これだ。世界タイトルマッチのルールは引き分けはチャンピオンの防衛です。初挑戦でのタイトル奪取はなりませんでした。まさに際どい世界チャンピオンの座を守りました。マルコス・トーレス114対114、畠山。もう一回整理しましょう。ジャッジマルコス・トーレスが116対114、日本一との差で畠山を指揮しています。それからオーストラリアのデレック・ミルハムは116対114でチャンピオンのチェを指揮しています。それからアメリカのアート・ルーリーは114対114のドロー、三者三様ということで規定の2勝を勝ちませんで、チャンピオンの引き分け防衛ということになりました。旗を落として挑戦者の畠山隆則が引き上げていきました。惜しい。クロードリングで初めて会う、味わう勝利のないというこの畠山隆則でした。しかしチャンピオンもこれは辛い試合でした ね。まあ試合そのものはね、もう大熱戦でね、よかったですよ。まあ判定はね、どうあれ、はい、最終ラウンドですかね。あ
12ラウンドですかね。僕は3ポイント勝ってますね、畠山。具志堅さんの採点は最終的には、私は1ポイント畠山の勝ちなんですよ。ああ、そうですか、はい、しかし具志堅さんの採点表遠くから見ると最終ラウンドチャンピオンが取っているんですね。そうですね、やっぱり10、11、12でね、あのチャンピオンが取ったのは、だから残りのこの3ラウンドがやっぱ勝負だったのかね。あそこで1つぐらい取ればね、10、11、12、1つ取れば、はい、チャンピオンだったかもしれんね。まあ、とは言ってもね、畠山もギリギリの状態で戦ってましたからね。まあ、しかし、まあ、よくやりましたね。内容はね、素晴らしかったんですよ。はい、はい、さあ、それではチャンピオンの防衛インタビューを聞いてみましょうか。土井アナウンサーにインタビューしてもらいたいと思います。それでは防衛を果たしましたチェ・ヨンス選手にお話を伺います。非常に厳しい試合でした。今まで防衛した中でこの試合はどうでしたでしょうか。私は5回戦いましたけれども、いつもその度に厳しかったと思っていますし、何回でもこういう戦いというのは厳しいということを実感しました。今日もチャンピオンらしい終盤の粘りがありました。チャンピオンだ、굉장히중반전까지끝까지끈질기신느낌을받았습니다。끈기를느꼈는데요。일단제가이길수있는거는정신력이었고그걸로몰아붙인게이렇게이기게되지않았나생각합니다。私が勝った勝因は精神力ですし、そのまま追い込んでいったのが私が勝った理由ではないでしょうか。おめでとうございました。見事敵地日本で防衛を果たしましたチェ・ヨンス選手でした。中村さん、最後は敗れました畠山、最後は